後半国会の目玉である TPP の承認案と関連法案、野党は交渉の内容を公表するよう迫りましたが、出てきたのはまるでのり弁当のような黒塗り文書でした。これに反発した民進党は審議を拒否していて、なかなか前に進めません。政府与党からは7月の参議院選挙も睨んで、今の国会での成立を断念すべきだという声も出ています。中継です。自民党の佐藤国対委員長は、今月中に衆議院を通過しなければ今国会での成立を見送る考えを示しました。今月中に通さなければ、それは考えなければいけないというふうに思いますが、成立に向けて努力をするというのが我々のスタンスだということはご理解をいただきたいという。今月中に衆議院を通過しなければ、来月頭にはゴールデンウィーク、そして来月末には伊勢志摩サミットが控えており、参議院で十分な審議時間が確保できなくなるからです。さらに7月に行われる参議院選挙に影響を与えたくないという考えがあります。ある自民党幹部は、中身の審議はせずに黒塗りを出されてレッテル貼りをされるだけ、衆議院は通ったとしても選挙前の参議院はもっと厳しいと語るなど、野党の反発を受けながら審議を進めることに後ろ向きです。午後には与野党幹部が会談し、あさってからの審議再開を目指しますが、与党は情報公開に応じるつもりはなく、成立が厳しい状況に変わりはありません。